ぬの一言が言えなかった漫画しぐるい。この漫画の主人公は武士の藤木。この漫画は流派の後継ぎをめぐり、藤木が同じ流派の武士イラコと戦う漫画。後継ぎになれなかったイラコは流派を追放されるのですが、追放をきっかけにイラコは流派への復讐を計画します。目標は流派の武士全員を血祭りにあげること。この復讐を止めるため藤木はイラコと再び戦うことになります。